はい、今回はですね、タイトルとサムネル見てもらったら分かると思うんですけども、もうスナイパー使ってるやつもマジでキモいということでね、まあ、これ声後入りなんですけども、フェネックのね、動画撮ろうとね、まあ、ちょっとランクマッチ回してたらね、これですよ。もうスナイパー、もうね、チームデスマッチでも2、3試合ぐらいやってね、もうスナイパーだらけで、もうワンパンワンパンワンパンで殺されまくってね、でもハードポイントに来てもハーポでもスナイパー持ってるやつがいるというね、ことで、もうね、笑っちゃうぐらいね、もう本当にイライラしちゃってね、ちょっとイライラしちゃったんで、まあ今回は、もうちょっとスナイパーにね、文句を言う動画です。もうワンパン、もうワンパンですよ、もうワンパンワンパンワンパン。もうね、本当に楽しくない。もうこのゲーム、もう本当にこのゲームが楽しくなくなりますね。もうこんなにワンパンでやられまくると。もうしまいにはもうこの近接武器、もうしまいにはこの近接武器でやられるっていうね。もう本当にね、もうこのゲームがね、どんどん人口減っていくのはね、もうこういうやつらがもうね、いるから、ゲームがどんどん廃れていくんじゃないかなって思ってますね。本当にね、つまんない、スナイパー使ってるやつ。もう皆さんどう思いますか？まあ、サーチとかで、まあ、スナイパー持つのはね、なんか俺最近スナイパーにしか文句言ってない気がするんだ。でね、この相手で、この今回ね、マッチした、この敵のね、このノアだよっていう人はね、めちゃくちゃスナイパー当ててくるタイプで、マジでめっちゃやられまくったね。本当にイライラした。本当にイライラするぐらいやられたね。まだなんかさ、ポイントも全然入んない、全然当てても来ないスナイパーみたいな感じだったら、もうただの戦犯でしかないからさ、まあ、敵でいたらまあ逆にラッキーぐらいなんだよね、カモでしかないから。でも本当になんか当ててくるタイプのスナイパーはもうマジでうざいね。もうハーポ来ないでくれ。そんなんで。ハーポでもスナ持ってこないでくれ、頼むから。本当にね、もうやる気なくなっちゃうね、このゲーム。もう、消してくれ。てかもうスナイパー使ってるやつバンしてくれ、マジで。マジでバンされないかな。まあ、使ってる側はね、まあ楽しいのかもしれないけど、もうやられてる側はね、もうものすごく、もうとてつもないね、ストレスを抱えながらね、プレイしてるんで、もう本当にやめていただきたいですね。もうこっからね、怒涛のワンパン劇が始まるからね。はい、ワンパーン。はい、ワンパーン。もうこれはもうチンプロさんがね、もうイライラしてやめていったのがもう今ならわかりますよ。これはもうイライラでね、やめてくわ。もう本当にこの試合はね、イライラがやばすぎた。もうイライラやばすぎたね。もうそれしか言うことないんだけど。ワンパン劇場ですよ。はい、ワンパーン。はい、はないよ、ワンパーン。このスナと、で、後半になるとやっぱこのオペスキ溜まってアナイアでのワンパンね。はい、ワンパーンですよ、もう。はい、ワンパーン。別に、アナはいいんだけど、別にアナでやられるのは別にいいんだけどさ、もうこの、もうこっから多分ね、もう、はい、ワンパーン。もう、ワンパンタイム。もうワンパンタイムですよ。ワンパン劇場だ。これはもう、もう見ててね、このイライラが伝わるかな。でもこっちのアナイアはね、もう当たんないんだよね。もうこういう時に限ってこっちのアナイアはもうワンパン当たんない。ワンパーン。はい、ワンパーン。で、しまいにはね、この自分のところにね、プレデーターが落ちてくるっていう、もうとどめの一撃ですね。もうこれでもう精神崩壊、もうメンタル崩壊ですわ。いや、もう、頼むから運営さん。まあ、ハーポとかでスナイパー持ってる害悪野郎、マジでバンしてくれ。もうどんどんこんなんね、人口離れていっちゃうよ。って言いつつ、まあ僕はね、COD モバイル好きなんでやり続けるんですけども、そういえばね、そのツイッターでもツイートしたんだけども、COD ね、動画、ちょっと最近ね、動画投稿サボり気味だったんですけども、またね、毎日投稿、しようかなって思っていますので、動画ね、毎日出していくんで、よかったらね、見てください。高評価もお願いします。ライブ配信もね、最後にライブ配信したの COD 多分1ヶ月前ぐらいなんだけど、ライブ配信の方もね、ちょっとまたやっていきたいなと思っていますのでね。いやー、ちょっと配信するモチベー出るかな。
もうランクマッチってマジこんな感じのがマジ多いから、もうやってもね本当1時間とか2時間持つかな、もうメンタルがメンタル持つかなって感じなんだけど、はあ、まあちょっとねもう本当最近はね本当1日に COD ね何時間もやってたら本当頭もおかしくなっちゃうんで、本当にあんまりできてなかったんですけども、まあちょっと頑張ってやっていきますんでね。さあもうこれラストガレージポイントで裏から、はいこの連キル、はいもうバチコンと穴矢ゲーですね。はいということで150点無事勝利ということでね、まあ、今回のこちらの動画でねそのスナイパーがいかにうざいか、まあ伝わったかな。はい、まあ、スナイパーねうざいなと思った方はぜひ高評価コメントたくさん皆さんしていってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイニョー。ロクタロクタンタンタンロクタロクタン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 ロクタロクタンタンタンロクタロクタンタンタン